いきまーす。はい。どうも、皆さん、ハルキと、のせと、もちと、れい。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。2、3週間ぐらいですか。そうですね。ツイッターの方では、もっちが告知したやつを俺が引用リツイートして、のせは何も言ってないんですけども、はい。まぁ、あ、ちょっとね、3週間ぐらい動画を休んでいましたけども、そうだね。まぁ、あ、皆さんね、まあ、ほわん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 って頭の中で熱心に見てくれてる方は、あれ名称最近動画上がってないな、もう最悪の事態はありえるなと思ってる方もいると思いますけども、はい、そうですね、最悪の事態です。最悪の事態です。言うね、よくないぞ。でも多分そうだと、みんなの中のマックス最悪なことって解散じゃん。まあ、そうだ、解散です。解散です。いや軽い。名称は見せて、2019年の4月、いや5月か、5月、はい、から動画投稿を、まあ、週3の日も、週もあり、週5の日もあり、うん、頑張ってきましたけども、はい、今、12月の12日、2012年12月の12日を最後の撮影としまして、一旦、解散します。うまい。あ、ダメよ。あー、いや俺らはいいよ、俺らはそのノリでいいけど、うん、みんなはそうなんだね、視聴者はね、そう、真面目に真剣に応援してくれたみんなが少なからずいるわけだから、まあ、100人っていう人が応援してくれたんだから、ね、そう、みんなはさ、だから悲しいと思ってくれてる人もいるはずだからさ、うん、そう、なんか俺らがそんなね、軽率にそんな会社にやっちゃダメだったんだよ。すいません。あの、こういう雰囲気だから、そのめっちゃ仲悪くなって大喧嘩してとか、うん、なんか重大なことがあって解散とか言うわけじゃないのは伝わってるかなと思います。ないです。この後焼肉行きます、ね、おごりだな。ダメだよお前。最後でもダメだ。確かに。まあ、なんで解散に至ったかという経緯をね、説明していこうと思うんですけども、はい、まあ、まず僕ら今20歳の代ということでね、はい、まあ、僕とモッチは3年生の専門学校に通ってて、のせ、うん、は2年生の専門学校に通ってて、うん、まあ、サポートしてくれたレイは4年生の学校に通ってるんですけど、うん、まあ、まずのせがね、もう就活を終えてですね、はい、今まあその希望の職場にもう就職してるという状態。まあ、そうですよね。そう、で今週5で働きに行ってる、勤務してるっていう状態で、で僕らも結構本格的に就活が始まりそうな、うん、始まっている状態。そう、来年、来年度卒業だから、うん、あるいは何もないんだけど、うん、まあそう、主要メンバーの僕ら3人が結構学業の方が忙、学業っていうか、まあ学業と普通に仕事が始まったりとかして、うん、まあ、結構環境の変化がありまして、うん、まあ、あんまりはっきりとは明記してなかったんだけど、俺もその自分のメインチャンネルの方をちょっと頑張らなきゃいけないっていうタイミング、うん、まあ、今後のことも考えてっていうことがいろいろ重なった結果、その名称は現状のまま走っていっても1年後2年後大成長はできないだろうっていう俺らの見立てがあって、うん、伸びるためにはもう毎日投稿もしなきゃいけないし、撮影とかも週3、4でやんなきゃいけないしみたいなっていうのが全員の共通認識だったんですけども、うん、まあ、物理的に時間がなくてそれが実現できないっていうのもそうだし、うん、そのそれぞれ他のことも頑張らなきゃいけないっていう中で、まあ、正直リアルな話をすると利益が生まれてない名称っていう YouTube に毎週土曜日まるまる使って、まあ、そのそれぞれが編集してっていう作業をかけるモチベーションっていうのも、そのかなりハイなところで保たないとやっていけないっていう状況で、そこまで持ち上げることができてない、できてなかったっていうとこで、まあ主にその2つ、時間の問題とモチベーションの問題が大きくて、うん、まあその結構急遽決まったんですけど、まあ、話し合いを3時間ぐらいした結果、うん、一旦ここで解散しておいた方がそれぞれの今後のためなんじゃないかなということになりました。はい。悲しいけどね。まあ、まあ、そうですね、うん、結構早くパンパーンって決まっちゃったから、そうそうそう、ポンポンって決まったから、うん、おーおーって感じなんだけど、でもまあ満場一致でね、そうなんだよね、まあね、まあ正直そうですね、今続けてると俺らのその他の、うん、その可能性が潰れる、う
まあ1年半やってきたからもう十分収穫あったんじゃないかなって。まあそうそうそう、 YouTube でその再生回数とか登録者とか収益っていう数字の結果は、うん、まあ、正直満足した結果でもないんですけど、うん、まあ、それ以外のね、その毎週ちゃんと集まって作戦を練ってどうやったら売れるのかみたいなことを、まあ、同級生で考えて、まあ、ちょっとビジネスライクな考え方とかもあったりとか、うん、なんか新しいつながりとかファンのみんなとのこのコミュニケーションとかいろいろその数字じゃない部分での収穫はみんなあったかなと思うので、うん、まあ、そこは僕らの都合ですけども、まあ、成長につながったかなと、うん、見てください、モッチの方外見でも本当に素晴らしいね。動画があってから、動画があったからこそですよね、やっぱり。それはかっこいいよそうよ、ありがとうございます。名称のチャンネルは残すし動画も全部残しておくので、はい、時間がある方はね、ぜひあの第1弾から見ていてほしいんですけど。でもね、どっから変わったか見てマジでやばいからグリンって変わったから気になる、気になる、グリンって変わった、そう、 そういう楽しみ方もあるからね、そう、これはね初期配置です。カイトがいなかなくたって例変わってるんですけど、僕とまあ位置は変わらずっていう感じで、そう、解散動画をね、まあ、かっちり撮るとかいうあれはなくて、うん、最初からなんかもう全員、まあ、雑談形式でしょみたいな感じでね、うん、まあ、そのなんかひどい解散でもないし、うん、まあ、一旦 YouTube をこのチャンネルではやめるという、うん、そうだね、だけですから。これ一旦っていうのはどうなんですか、みんなさっきから言ってますけど。あ、もうほぼないです、ほぼない。一旦って言っちゃうとなんか確かにそうだな、別にもうないですね、その今のところの予定も全くないですし、うんうん、ないけどなんかなんかあるかもしれないじゃん、うん、まあまあまあね、完全にないとは言い切れないんだろうな。まあ当分このね、名称は未設定っていう形態ではやらなくなっちゃうかなっていう感じですね。当分っていうのはもう本当に当分、ね、結構当分、何十年何年の単位の話、何世紀単位の話だから、うん、長いの100年経つよそう、いやでも本当にね、マジでちゃんと応援してくれてね、なんか推しとかも言ってくれてる人たちがいたのは知ってるしね、うん、乗せとか頻繁にキャスやってて、うん、そうですね、そうファンは好きですからね、そう、その人たちにね動画が届けられなくなってしまう、言うても毎回200人ぐらいの人が見てくれてたから、いや本当にすごいありがたいことだな、そう、どんだけの人の期待をちょっと裏切ってしまう形になっちゃったので、まあ、本当にそこは心苦しいと思ってます、うん、ごめんなさい、すいません。でまあ今 Twitter と Instagram と TikTok、 外部の SNS、 この3つあるんですけど、まあ僕は名称の方の自分の Twitter のアカウントは残しますけど動かさないかなって、そう、当分は、うん、メインの方があるので、うん、FL 春樹の、うん、まあ載せともっちは別に自由に使ってもらっていいかなって僕は思ってます、うん、まあ今後の形はおのおの、そうだね、 Twitter かなんかで、うん、宣伝すればいいんじゃないですか。まあ載せはキャスやるだろうし、まあキャスも多分 YouTube もやるんじゃないかなとは思ってます。あ、個人チャンネルで、うん、おー、まあ、YouTube は好きなんで、あ、モッチもやるよね。まあなんか言われてはいるけど、モッチは絶対ね、ぼっち系 YouTuber 言われてはいるんだよ。愛着あるよね。うん、あるね。 うん、その売り方でね、言ったらね、もしかしたらみたいなのは、まあ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 、まあ、負担にならない程度でやればいいかな。そうだね、考えはします。そしたら、まあ、必ずやるとは言えないですけど、まあ、そうだね、うん、俺のメインチャンネルのね、その形式が日常動画が多いから、こことか頻繁に遊ぶんだったら多分映ることもあるだろうから、まあちょこちょこ映ったりもしてはいたんで、まあ、今まで、うん、完全に見えなくなることはないと思うので、うん、それぞれそのまあ好きな人もいると思うから、そしたら俺の FL 春樹のメインチャンネルを見てもらったらいいかなって感じですね。そうですね、なんかありますか。どうだろう感謝じゃない、感謝、いや本当にね、支えてくれた皆さんも本当にありがとうございましたという気持ちですね。まあ本当にね、結果が出なかったことに関しては悔しいんですけど、うん、まあやっぱり、まあ、さっきも言った通り、うん、まあいろいろ収穫はあったかなと思うので、まあ、自分的には結構解散っていうのはネガティブなものじゃなくて結構ポジティブに捉えていると、うん、また新しい可能性に飛び込んでいけたらいいなと思っております、うんうん、まあそうですね、はい、まあまあまあ僕いい、普通にもう、あ、どうぞ、感じ、どうぞ、全体の変な感じになっちゃう、いいよ、いいよ、綺麗にやれよあ、まあ、YouTube、 もうね、もう YouTube じゃないからな、ほとんどちぎり YouTube だよ全然 YouTube まあ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 ギャオ独占配信急にいや、まあまあ僕もね、こう変わることがいろいろあったんで、これをやることによって、うん、そうですね、みんなの指摘とか受けて、まあ
あとは何だろう、まあ、編集技術もこれによって上がったこともあるし、ね、自分の進む道としてまあそれが上がることはやっぱりいいことだと思うんで、うん、いや本当にでもリスナーだよね何より、うん、もう、まあ、ツイッターは続けようとは思ってるんで、ちょこちょこ僕もツイートしようとは思ってるんで、まあ、フォロー外さずにお願いしますそうです、そうですね、うん、以上です。はい、レイ君は何かありますか？いやまあ俺はやっぱその一番視聴者に近い目線から3人を見てきて、うんうん、なんかその、まあ、解散っていう終わり方っていうのはまあ絶対に、起こり得るわけじゃん、うん、どのグループにも、まあそうだね、でやっぱその3人を2月ぐらいから客観的に見てきて、うん、やっぱりその週3回の YouTube の投稿、うん、で編集もテロップいっぱいついてて重たいじゃん、うん、でまあ、かつ正直言うと、視聴回数もあまり変わらない、まあ まあ、 あまり伸びない、うん、その突発してバッて伸びる動画もあんまりない中で、うん、3人はそのいつも、こういう動画が伸びるんじゃないかとか、うん、こうやってもっと撮影をすればいいんじゃないかとか、うん、そのいろんな工夫をねして頑張ってきたのを見てたから、その折れない心っていうか継続して努力した姿っていうのを、うん、俺はなんか視聴者に見せたかったなって思う、この頑張りを、頑張ってるよっていうのが、まあなかなか動画外で伝わらなかったから、まあ、そういう機会もねなかなかないから、うん、まあそれが数字として現れなかっただけであって、本当にこの3人はすごい頑張ってたから、それを視聴者さんには分かってほしいなって思うかな。一番いいこと言う。いいや、いいやつ、まあ、俺はその視聴者目線だからね、割とは。いいやついるな。こいつ恥ずかしいことこうやって言えんだよな、めっちゃ。だからいいところなんだよ。少ないって言うけどね、視聴回数は、うん、正直。でもその見てくれたファンの人とか、うん、俺は結構みんなのツイッターとか見てたから、うん、もう細かいこと言うと本当にツイッターにいいねしてくれる子、うん、ツイッターにリプしてくれる子、うん、なんならその名称の、個人アカウントとか名称の、うん、YouTube を見て、うん、まあコメントしてくれる子ももちろんそうだし、うんうんうん、もうフォローしてくれてる子、うん、アカウント、うん、っていう子たちは本当にありがたかったなって俺は思う。本当にありがとうございます。本当に丁寧に言わしちゃったけど俺も、うん、そ、その一再生が本当に力になるんだなって俺は思った。そうだ、ね、みんなの YouTube を見て、うん、確かに思うよね。本当にコメントもさ、うん、まあなかなかつかない動画もあったり、まあね、いっぱいつく動画もあるけど、ね、やっぱり、うん、そのコメントで、うん、なんかやっててよかったなって思う部分はあったと思う。いや本当にそうだね。俺も動画出てみて自分のことをこう言われたり、うん、今日の動画面白かったとかって言われると、うん、あこういう動画がいいんだなって、それ嬉しいじゃん。嬉しいね。そう、やっぱり。だから本当にウィンウィンな関係だったし、逆にコメントがないとか、うん、視聴回数が少ないとかだと、うん、悲しい気持ちになって。コメントないの悲しかったよね。悲しいね。ゼロとかね。だからそういう動画じゃダメなのかなみたいな、うん、まあ反応が欲しい。あるそうだね。やっぱその少ないがゆえにコメントがつく、うん、そのつく量が差が出るから分かりやすかったよね、うん、そうだね。そう、元カノクイズとかめっちゃ盛り上がったし、うん、まあ盛り上がったね。そう、兄力とかも盛り上がったけど、盛り上がったね。なんかスポンジ絶品選手もっつすごい言うな言うなゼロ件全部俺だもん。企画も編集も全部。何々絶品選手権もね、桜絶品とか。そうそう、絶品選手権シリーズ ね、 ね、シリーズも生み出してきましたけどね、うん、まあ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 鳴かず飛ばずだったけども、そう、そんな動画でも見てくれて応援してくれたみんながいたからこそ、俺らは1年半活動をすることができましたんで、うん、本当にそうです。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ僕はまあ見れますけど、まあ彼ら3人もね、まあ、どこかでまたね、うん、見れる機会があると思うっていうか、まあ、直近で見れると思うので、うん、まあ、それぞれの人生を応援してくれると僕リーダーとしては非常にいいリスナーさん、視聴者さんを持ったなと思うって誇りに思いますので、うん、どうぞ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。というわけでこの動画を最後に、うわぁ終わるんか、名称場見設定を終わりたいと思います。はい、メンバーのみんな、視聴者のみんな、見てくれたみんな、一回でも見てくれたみんな、本当にありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。終わった。いい感じで終わらせたじゃん今。おい。終わった。最後の最後までちょけやがって。あの動画見せるんすか。ああそうだね。一番最初の動画とかもあるんじゃない？普通に FL の方で出したカイトの。おお。パークイズとか。エピソードゼロ。エピソードゼロもあるから言った。残ってるかあれは。残ってると思うよ。残ってるかな。それもじゃあ公開します。あったら出しとくわじゃあ。名称が結成される5ヶ月前ぐらいにお試しで撮った秘蔵のエピソードゼロがあるんですよ、うん、意外と盛り上がったよね、うん、そう実は、ね、実はあの時俺カイトと初対面だからあの日がそうすごいな、まあ、残ってると思うので残ってたらまあ今後の解散の後に動画上げますそのエピソードゼロ、はい、でその後最後の動画で俺ら実はねツイッターでちょっと俺がツイートしたりしてたんだけど、うん、名称のプロモーションビデオみたいなものを先々月ぐらいに、ね、作っていて、そうですね、それがまあほぼ完成してる状態なのでそれもちょっと最後に本当の最後の最後にねちょっと、うん、まあ、1分ないぐらいの動画なんだけど公開しようと思いますので、はい、ぜひ、はい、もう名称は未設定というチャンネル自体がこう作品と化す一本みたいなね、ですね、最後の最後そのピリオドを打つことによって綺麗に締まるかなと。あれはいいぞ、あれはいいぞ、あれまさかあれがその最後の注釈になると思そうだ、そっからこういくと思ってたけど、こういくもんだと思ってたけど、ね、まあ、かっこいいビデオができたんでせっかくなんでね、うん、公開したいと思うので、はい、まあ、それも楽しみにしててくれたら嬉しいなと思います、はい、あれ生放送はするんじゃなかったっけ。あ、生放送もしますか。しましょう。したらもう言っちゃった方がいいんじゃない。いつするか。そう、いついつ、うん、カイトも呼べるなら呼んどくわ。おー、激アツ生放送になる。じゃあこの動画を12月の18日の8時に公開する、うん、してると思うので、うん、あさっての12月20日日曜日の夜8時から、まあ、30分なり1時間最後に皆さんと、まあ、コメント読んで感謝を伝える生放送をしようと思いますので、うん、まあ、ぜひお越しください、はい、19日に上げて、あ、じゃあ18日に上げて19日にエピソード0を上げて20日生放送して21日にプロモーションビデオでおしまい。そうしましょう。そう、ね、そうしようか。はい、はい、という感じで、はい、まあ解散動画からあと3本あるという確かに何度も微妙な異例の事態かもしれないですけども、うん、最後までお付き合いください。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。今日で最後だね、俺ら。そうだよね、普通に。すげえな、お前カメラ回した瞬間そういう話すんだえ、気づかなかった。ついさっきまでビール飲みてーとか言ってたのにその様子撮ろうと思ったのに。ビールは飲みてーけどね、今。そうだよ、集まんないんだよ、もう。悲しすぎん確かに。そうなんだよな、1年半毎週友達と集まってたのやばいんだよな。ね、1年半会ってたの俺ら毎週やばいよ、ちなみに。こいつに関してはもう収録で会ってるじゃん。そうだよ、行かれてんな。行かれてんな、普通に。毎週集まった回数だけでも、だって1年で4回かける4人で48回で、半年で365日、じゃあ300日くらいあった俺ともっちな、俺ともっちな。やばすぎ。だってこれからも別に学校あるわけだから。そうだよ、全然合うよ。やば。じゃあ俺らはもう会わなくなるのか。そうか、ね、少なくはなるな。レイともっち、俺も。でも全員じゃない。全員じゃない。全員だね。うん、バイバーイ。いや、まあ、まあしょうがないし、ね。会うよね。うん、まあ会うと、でもこんな頻繁ではない。こんな頻繁で、普通の友達ぐらいになる。一回に、そう。一回二回ぐらい。じゃもっと誘ってよ。俺が誘ったら来る。あ、行く行く。だって誘わないじゃん。もっと誘わないね。もっと誘わない。俺は誘わないね、確かに。誘えよ。誘うわ。今月中に誘うわじゃん。マジ。絶対誘わない。M に誘ったら来るじゃん。いやいやいや、こいつは子いるから子が。子って呼ぶなよ。子がいるよ。
まあ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 、めっちゃ濃いよ。濃いよ。濃いよ。かっけえ、なんか濃いよ。集まんなくなるのか。まあまあまあ、まあそうだよ。まあでもその代わりちゃんと遊びに行けんじゃない。確かに、その分いろんな人と、まあ、俺らがね。あー、そういうこと。そうそうそう、俺ら週一で集まるからっていう理由に全く遊びに行かなかったら。まあね、行かなかったね、一回も。ちゃんと遊びに行くことが何回か増えそう。うん、確かに。そんなもん。仲良しのピースすね。仲良しピース。でも俺、名刺書入ったおかげでなんかカメラとか気にしなくなって、あんまり。ああ、逆に。プライベートで。そう。おお、いいじゃん。なんかカメラ回してめっちゃ緊張するじゃん、みんな。まあ、するね。で、ちょっとつまんなくなっちゃう。うん。まあ、つまんないんだけど、なんかあんま気にしなくなった。まあ。なんか副産物が多いよね、YouTube やると。うんうん、これも副産物だし、この見た目とか。そうだよ、それもう終わったよ、その話。いや、もっとさ、やばいよね、見た目。本当に変わった。マジでやばいよ、髪が増えた。本当に高校のやつに会いたいの、今。お前 AGA したの？してない、してない。 AGA 治療した。毛量が増えたんだよ、お前。絶対に YouTube やって。なんかね、なんか、ね、逆にストレスで剥げるとか言われてんのに、なんかむしろ増えた。なんか涙袋とかなんか増えた気がするもん。鼻高くなった気がする。嘘だろ。それはそう。メガネ入ってたからね、わかんないかったっていうのもあると思うし。で、なんかさ、モッチのさ、解散動画とかさ、モッチのさ、あの、なんだっけ、あの、イメチェン選手権みたいな、あの時とかなんかモッチめっちゃ褒められるじゃん。うん。褒められる。気持ち分かってきたわ、なんかなんとなく。変わったな。うん、マジで変わった。変わったね、本当に。そこぐらいかな、変わったの。え、どうなんだろうね。本当にかっこいいな、お前。気持ち悪いよ。いや、マジでね。よかった。普通にえぐいよ。うわぁ、高校のやつと会いたい、今。変わったねって言われたい。何この解散動画。お前が高校のやつに会いたいって言うので終わり。いや、マジで。会いたい。ちょっとあげる。3人で。そう。まあ、こういう感じなんすよ。こういう感じなんすよ。名称はね、こんな感じなんすよ。うん。常にこういう感じだった。うん、乗せレベル低いな。黙れ。え、乗せのさ、そう、乗せに関してはどう。いや、マジで平行、もしくは自分ではだってレベル下がったっつってるもんね、最初より。うん、乗せでもね、格好さちょっと減ってるな。んか身だしなみに気を使わなくなってない。なんかね、だんだん最初の方もっとしっかりしてた。めんどくさくなっちゃった。髪の毛とかやんなくなったでしょ。もうなんかめんどくさい。え、なんだろう、ね、爆発音が聞こえた。なんかなんだろうね、なんかね、どうしちゃったの。知らないよ、なんでだかわかんないけど、うん、なんでだろうね。ってだろうね。もうね、明らかにね、その第1回名称のとね、今の俺は違うんだよ。うん、なんかもう髪質とかも違うんじゃん。中身から変わってんだ。そう、うわ、思い出してた、第1回の撮影の時の感じ覚えてねえな。でもなんとなく覚えてんの。切なくなっちゃった今。てか最近見たし。見たんだ。うん、ちゃんと見返した動画いろいろ。ちゃんと思い出振り返る人じゃん。普通だ。あの動画のおかげで俺、あの動画で言った初恋の子とさ仲良くなれたんだよね。すごいじゃん。俺はないけどね。俺もないけどね。いや、マジ仲良くなかったんだけどね、5年間ぐらい。もっとか。小6から仲良くなくなっちゃったんだけど、マジであの動画をきっかけで仲良くなった。うん。いいな。うわ、なんか結構晴れた日だったよね、あれ。晴れてたなぁ。ね。光が差し込んでた。ね。覚えてない。よし、やるぞって感じの光だった、なんかすごい。やばい。普通に、しかもあの動画面白いんだよな、うん、それな、普通に面白かったね、好評だった。お前チャリ取られたのまあみたいな。い、絶対違う言い方もまあじゃないけど。いや、そんな感じの始まりだから。 そんなんから始まった。なんでお前チャリ取られたの。そうそうそう。で、全然お前関係ない話すんのな、それで。そうだっけ。あ、そうだ、話切り返すやんみたいな。そう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 。懐かしいな。泣いちゃう、泣いちゃう。懐かしいな、普通に。まあね、終わりかな。終わり。ぼる塾も最近ね。ん？ん？ぼる塾も最近なんか、うん、何って感じで売れてるからさ。まあね。なんかあんま頑張らないで売れるっつうか。
どうする、この動画がめちゃめちゃ伸びたら300万回再生みたいな。やるよ、そしたらやります復活します。伸びたんでやります。解散動画だけ300万再生いく YouTuber 何。いやもう無理だよ、めちゃめちゃ面白い、すごい。もっちゃぼっち系 YouTuber としてやっていくから、うん、頑張れ。いやお前はすごいよ、タートルネック。そう、ぼっち系 YouTuber タートルネックパーカーさん、本発売しよう、本発売。タートルネックくん、そう、タートルネックさんっつって、うわえ、タートルネックさんですか、お写真ください。はずいなあ、タートルネックです。はずいなぁ、スーツパーカーは違和感ないのにタートルネックめっちゃ違和感ある。タートルネックなんだもん。いいのセーターとかでいいじゃん。いいのね、うん、いい、タートルネックさ、タートルネックの名前めっちゃいいぞ。ダサくない、タートルネック。いや大丈夫だって、名付け親俺だから。それでもし収益化したら月 10% ちょうだい。なんでだなんでだいいじゃん、タートルネック。タートルネックくんな。いいじゃん、お前、売れるわ。腹減った、マジで。行くか、もう行こう。行こうか。腹減ったもん。行くわ。はい。じゃあな。行きまーす。バイバーイ。バイバーイ。